はい、どうも、A1003HI です。トップガンだ！やっと来たか。ここのバリアは解除した。この先はネルスカル、気を締めていくぞ。さあ、いよいよです。ついに、ワルダー、バルスキー、そして、破壊団、ダー部隊。これらの大幹部はついに滅亡しました。我らの勝利です。しかし、まだ終わってはいません。そうです。奴らがまだ残っているのです。さて、本日、ずーっと出番のなかったトップガンダーを使おうかと思います。さあ、出発だ。ちょっと不安があるけど。ふんふんふん、弱神帝王ネロスなり、待っていたぞメタルだ。お前の正体分かってるぞコントラス。いや、ウラキ、陸軍技術操作。お前は終戦後完全な整形手術だ。キーハラ合同となり、バイオテクノロジーを駆使してキーハラ合同がコントラスに変貌したんだ。この通りだメタルだ。これ以上悲しい戦闘ロボットを作り出せないために、地球の平和と未来を守るために、僕はお前を倒す。愚かな。人造人間こそ次世代の地球を担う存在というのが分かるのか。か弱い人間にとって変わる存在というのが分かるのか。なんだと。貧弱で肉体を持ち、感情に左右されつまらぬ争いを繰り返す生き物だと、この星には必要ないのだ。お前たちも知っておろう。この地球は様々な敵に狙われている。宇宙人、怪獣、超核兵器、それらに脅威に対して人間はあまりにも無力だ。何を言う。お前もその敵の中にしといてないか。いいの。世は地球の救世主なり。人間では第三の敵からこの地球を守ることはできぬ。不死身の体を持ち、永遠の帝国ネロスを支配する世こそが地球の守護神となりうるのだ。うろぶちの体と揺るぎのない精神を持つ人造人間たちよ。世の参加に下れ、そして世のと共にこの地球を支配しようではないか。断る。ホガスはそんなことに、僕、超人気を作ったんじゃない。そうだ。ゴーベラスも弱き人々を悪の手から守るために、俺は自動人差を作った。よし、人間どもがお前たちをどんな目で見ているか忘れたのか。人間の力を持つお前たちを忘れ、時には敵視し、余っさえ戦いの道具として利用する。お前たちは兵器として人間どもに刺激されているだけなのだ。その証拠に人間どもはお前たちだけをこのゴーストバンクへ起こしたではないか。そう、僕たちのことを理解し、同じ人間として認めてくれたためよ。そんな人たちを守るために俺たちは戦っているんだ。そうか。だがお前たちはいずれに人間の本性を知ることになるだろう。憎しみ、妬み、残忍さで忘れられた人間の浅ましい本性だ。いよいよゴッドネロスとの決戦だ。しかし相手は相手、帝王ネロスは手強い。しかも肝心な時に気づくのは遅かった。機械ダーとメタルダーのテクニカルポイント回復するの忘れた。しょうがない、トップガンダー頼む。
む、いよいよゴッドネロス最後の時が近づいた。勝ったぞ。我ら人造人間チームの勝利だ。おっと、いやーすごいすごい、レベルがどんどん上がっていく。こんなに気持ちよく上がるのは久々だぜ。弱神帝をグッとネロスなり、倒したのか。いや、クールギンの姿は見えない。ひょっとするとこいつは影武者なのかもしれない。クールギンはどこだ。トップガンだ。今までどこにいたんだクールギン。お前はゴッドネロスの右腕じゃないのか。やはりさっきの影武者であいつが本物のゴッドネロスか。外星クールギン、準備は整った。我らが千年王国の誕生は近い。さあ来い、私の世界へ。ん？キアタ？あの仮面の男の声、俺の天使との連発されてる男の声とデータが似ている。トップガンだ、大丈夫か。俺たちが倒したのはゴッドネロスの影武者だ。クールギンこそ真のゴッドネロスに近い。そしてあの仮面ですか、いくたびかゴッドバンクに現れるかが正体を踏めたか。しっかりと、トップガンだ。命ある者はいつか死ぬ。人生には必ず別れの時がある。俺はお前と知り合いで不幸せだった。もう思い残すことは何もない。何を言う、僕たちは戦友だ。死ぬも行くも一緒なんだ。メタルだ、僕は絶対に君を見捨てない。ありがとうメタルだ。だがこのゴッドバンクはもうすぐ来ます。俺は行っていくんだ。行って真のゴッドネロスを倒してくれ。バファローズに戻らせば君を治せるんだ。諦めろ。だがレッツたちも別のところで戦ってるはず。バファローズもこんなところは来れないだろうな。とりあえずネロス帝国は滅亡した。それに僕たちは悪を倒すために使われたゴッド。こんな死に顔がふさわしいのかもしれない。おいおいおい、あれはそこで示してんねえ。レッツ、まずここに。おめえら見捨てなきゃいけないだろ。俺たちは仲間なんだ。早くこっちに来い。ああ、よし、行くぞ。ずいぶん派手にやったな。なんて無茶苦茶な。おいおい、大胆不敵って言ってくれよ。やべえ、そんなことより文字書かれ。だったらバカが絶対強い。というわけで本日はここまでです。さようなら。